ウェイ戻ってきたぜ。全員にデリスエンブレムを装備させた状態で来てるから、まあ、これで問題なくいけるはず。でパーティーはやっぱミントだけ1人レベル66あって一番育ってるから、まあ、とりあえず左遷だよね、まあ、なるべく均等にね、まあ、タイラのマサカードを使った状態のようなそういう感じでやってった方がバランス取れていいだろうから、はい、これでいけるね、普通にいけるね。で、さっき手に入れた、アイテム、ブックとヘルムだっけ、まあ、ルーンボトルも補充してきたから、ブックとヘルム、トゥルーマジックとスターベレット、チェスターじゃねえや、クラスの NG 上がる？あーちょっと下がるな。命中回避上がるけど、その究極の書物だけど、ちょっとそこまでって感じするんだよな。命中と回避のステータスがいまいち分かんないんだよね。で、あと、ヘルムだっけ？あ、スターベレット上がるな。スターベレットじゃないよな、でも今手に入れたの。おじさんの頭？今なんてやつ手に入れた？チェスターか。チェスター未だに頭何もつけてないのか。今なんだっけ？ちょっとアーチェ、もしかしたらミントも最強するか。頭だよね、手に入れたの。いや、スターベルトなのか、手に入れたの。もう何を手に入れたのか、わかんねえや。で、入れ替えて、うい。ういと。まあ、並び順もこれでいいだろう。で、結局何を今手に入れたのか、わかんないから、まあ、実況の時にもしかしたらな、実況じゃない、編集の時に確認できるかもしんないから、うん、そうしよう。で、これもうさ、いらないんじゃないかな。これマップが似てるんだよな。でもな、これ右が半蔵いたところだよね。まあ一応まだつけとくか、デリスエンブレム。え、なんかループしてない？なんかループしてんな。未開の場所かなと思ったけど、全然未開の場所じゃなくて、上行ったらどこつながんの？ああ、お宝、ロッドとスターグローブ、腕か。ああ、もしかしたらあれか、腕だったのかな、さっき手に入れたの。あ、でもスターグローブ下がるんだよな。チェスターか。あ、上がるね、スターグローブ。スターグローブと、あとはロッドか。ロッドって、あの女の装備か。うい。スターメイス。振りかざすと星のきらめきのような美しい奇跡を残す魔法の杖。まあ、言うて装備品あれだもんな。スターブルームだもんな。うん、まあ、多分ミントの最強装備だと思うんだけど、今のところまだ使わんから、ちょっと微妙な感じよね。やっぱ攻撃は最大の防御だよな。まあ、ミントなしでも、まあ、ゴリゴリ攻めれば全然いけるよね。やっぱゴリるのってどのゲームにおいても大事だよな。で、あのデステラーが未だに1ダメージも食らってないのがちょっとめんどくさいよね。この呪文を、特大呪文を2発食らっても HP が一番ちょっとあるだろうから死なないんだよな。死なんでしょ、強い子だもんな、この子な。まあ、おじさんの最後の938がなかったら多分倒せてない、そんな状況よね。
俺これ どっちから来たんだ。いやこっちから来たのか。なんかこの真ん中の部分でどういうわけだか知らんがループするよな。はい、でこれで左行って、え、これループしてる？なんかループしてる臭いね。どういうルートを行けばループしないで済むのか。一部分だけループするよな。で、掘り棒。いや、もうまたあれかな。真ん中経由しないと、ここ経由しないとどうしてもループするみたいな、そういう仕様なんか。で、ここの左側の方に固く閉ざされた扉があったと思うんだけど、これ開く？これは五宝十門封印術の紋章だな。前回とは違って今度は5人いないとダメだぞ。よし、それじゃあ4人が東西南北に向いて、残り1人が真ん中でそれぞれ念じるんだ。あー、前のあれね、アーチで魔法のほうきで上に合流した時のやつだよね。まあ、それの今回アッシュみたいな感じのイベントで、まあ、パーティー全員いるから問題なく行けますよと。だから誰かしら欠けてるとダメなんだ。全員回収しないとダメなんだね。で開いたぞと。はい、でこれで奥に行けるようになりましたと。おお、宝物庫いいね。スペクタクルズ使ってないよね、久しくね。チャームボトル、セージ、ソードとヘルム。いや、ルーンボトル重宝するよね。補充しといてよかったわ。で、これで、セージと、今手に入れたセージ、レッドセージ、ワジール・レイピア、スターヘルム。レイピアって、おじさんか。あー、下がるな。キリがここまで下がるのは良くない。スターヘルム、これも下がるんだよな。チェスター。お前頭チェスターって頭何も装備できないのか。頭がすごくでかすぎて入らないみたいな、そういうこと。で、あー、これ最後のセーブポイントかな。ワンチャン最後のセーブポイントの可能性があるから、どうする。レベルの低いクラース、ちょっと画面フリーズしたんだけど、レベルの低いクラースを変えて、これチェスターと、あ、間違えた。これさ、こうして、あ、違う、こうじゃなくて、こうすれば、間違えた。これでいいのかな。こうすればそのちゃんとした隊列になるよね。まあこんなんで、はい、行こう。なんかもうダオス来るよね。もう一回これセーブして、あー、もうついにラスボスか。いざ。まだなの。この先の部屋に、え、ちょ、マジか。こいつら出しちゃダメでしょ。いや、しかもあれだよ、もうあれ、あの装備品いらないよな。あの装備品を取り替えるべきだ。てか前にさ、その闘技場でバシリスクキングと戦った時に全く通常攻撃ダメージ入んなかったけど、あれはおじさんの装備品とか攻撃力が足りてなかったせいで完全なゼロダメージだったんか。うわー、はめられた。ちょっと技も使って、なんか赤光線使ってきてるけど、こいつらそもそも HP どんぐらいあるんだ。あのスペクタクルズ、いや、HP3 万4万ありそうだよな。そっか、もうラスザンってなると、あ、21,850。あ、水に弱いんだ。はあはあはあ。いや、もう水が弱点だったとしても、
あ、なんか倒せた。あれそんなに強くなかった。いや、おじさんが強くなったのか。で、もうあれいらんよな。デリスエンブレムはいらないと信じて、ジェットブーツで、チェス、チェスは HP 回復系のホーリーシンボル。誰に何を装備させたのかちょっと曖昧だからな。こいつ イヤリングか、あ、なんか片身だよな。なんか下の方にあるよね。並べ替えをしていなければ下の方に配置されてるっぽいな。フェアリーじゃなかったっけ。あれ俺並び替えしたか。フェアリーリング装備しなかった。あの HP の半分になるみたいなさ。あー、MP か半分になるフェアリーリング。うーん、でクラスはパーティーに参加してないから別にあれだよな。今のところ装備は変えなくてもいいかもしれない。扉の色はちょっと違うんだけど、何なの。あ、また聖地。そうだ、さっきも聖地手に入れたけど使ってねえな。これルーンボトルの数足りるかな。そういう心配もあるよね。で、レッド聖地、何上がるんだっけ。 HP の最大値、これもうおじさんカンストしちゃうから、なんか他のキャラに使った方がいいよな。アーチに、アーチでいいか。これでアーチドーピングして、だからおじさんをあれだな、優遇しすぎたな。ちょっとこんなに優遇しない方が よかったかもしんない。下手こいたな。で、アップル組が今、過剰？アップル組を使おう。チェストに使って、これで回収よ。まあ、これが一番いいやり方だよな。なんかトルネコの大冒険のやってるような、そういう感じだよね。あれもアイテム、持てる数とか限られてるから、今みたいな使い方するのがいいんだぜ。まあ、やったことない人は、ぜひプレイしてみてくれ。こっち行けないでしょ。構造がわからん。おお、お宝。ミックス組持ってるんだよな。セボイ、ああ、いいね、ドーピングアイテム。まあ、攻撃に関しては、おじさんの上げた方がよくて、それ以外は、まあ、他のキャラ上げた方がいいよな。ちょ、ルーンボトル探さないんだけど。ほい。で、セボイ、TP の最大値5。これは、おじさんでしょ。おじさんがこれで無限に技を使えるような、そういう状況になるね。で、ミックス組を今使っちまうか。まあせっかくなあるんだったら、まあ、その場で使って回収していくっていうのが一番お得。っていうか、まだボス戦までまだしばらく時間あるんだったら、ミント左遷してもいいかもしれないな。っていうか、このミスリルゴーレムってあれだろう、闘技場で俺が一回ぶっ殺されてるやつだよな。前に全然その斬撃のダメージ通らなかったけど、今面白いぐらいダメージ通るな。何なのこれ。すげえ簡単にダメージ通るな。で、まだボス戦にならないのであれば、ミントをメンバーから一回左遷してもいいか。ミントのレベルがガンガン上がっちゃうから、ミント、これで次もし HP のドーピングアイテム見つかったらクラースにつけてやった方がいいかもしんない。待って、デリスエンブレムの方な。デリスエンブレムの方を、やっぱなんかアイウェオ順に戻っちゃってるな。フェアリーリングにして、はい、これで OK で、またあれだな、なくなってる。ホリボー、この下がさ、どこだ。あ、ここか。さっきセーブポイントあった場所だよね。一応セーブし直して、多分まっすぐ行ったら
そのボスの居場所に着くと思うから、ダオスのその部屋みたいなところに着くはずだから。え、ん、どうなってんのこれ。うわ、いっぱい、あ、半蔵もいんの。あ、半蔵って何、野生で、ある程度奥まで行くと野生の半蔵出てくるんだ。で、おじさんもガンガン技使ってた方がいいか。もうこんだけ魔法部隊がご了承してくれてるんだから、おじさんも攻めないとすんだよね。てか、どれが半蔵でどれが忍者マスターかわかんねえよな。まだ忍者マスターと半蔵そろそろ1体ずついるけど、見た目完全に完全に同じじゃない。見た目の違いが全くわからん。残り1体半蔵っぽいけど、でおじさんのそのポーズが毎回言うんだけど、シュールだよね。こいつなに、ただ HP が少しだけ高い忍者マスターってだけで、見た目が全く変わらんのかな。いや、いいね、経験値マジ美味しいよな。そんなにあれだな、裏でレベル上げする必要もなかったのかもしんない。どこだここ。あ、さっきの部屋に、なんかいるわ。見ちゃいけないものを見てしまったような、そんな気持ちになった。こっち側行ってないよな。はいはいはい。ああ、ホーリーボー、もうちょうどホーリーボトルの効果が切れてるから、まあ使っていいよね。もう探せない。うん、これか。どうなってんだ。なんかあれだよね、繋がってたよね。こっちの上の方の奥、まあ左に行くっつうの、ああまたお前かよ。まあ、左の方に行くっちゅうのは分かったんだけど、ああもうその前にこいつかよ。とりあえず離れたところから攻めるのが一番賢いやり方だと思うから、このやり方でとりあえずやっていこう。もうおじさんの打撃でワンパンできるぐらいの攻撃力出ねえかな。なんか1回で5万とかさ、5桁ダメージ間いかないのかな。あー、ちょっとはめられた、はめられた、最悪だ。こうなった時だよ、こうなっちゃったらダメなんだよ。だからこいつとは遠距離で戦わなきゃいけない。近づくのは危険なんだよな。ちょっと待って、お前どけや。あー、まあよかった、危なかった。でもチェスターが完全に邪魔してたからな、あのボンクラ。はいはい、宝箱がある。ルーンボトル、俺意外と取り逃ししてんのか。ここは回収済みか。でここが例のマップでしょ。いやだけど俺さっきこっちから入ってここの下に行ったマップがさ、下に行けるもんな。下行ってでも右がさっきのマップともつながってんのか。つながりがわからん。てかおじさんダメージあんだけ食らってたけどさ、まあ、自然回復プラスフードサックのおかげで何もしなくても、回復しなくてもここまで増えてるのか。もう HP が高いから1歩あたりのフードサックで HP10 とか20回復してんのかな。ちょっとその辺の仕様がようわからんけれども、いやー、昔あんなに苦戦したゴーレムがな、ただのクソザコナメクジだよ。でもこいつ結構いいパンチ持ってたよね。前に戦った時、まあ、ボコられて画面の端の方まで飛ばされたことなかったか。こっち側が、いやでも回収済みになってんだよな。あれ政治ってことはだよ、やっぱ違うのか。あ、違うじゃん。あ、よかったよかった。政治って何あげれてたっけ。ちょっともう一回ルーンボトル、ルーンボトルが足りなくなりそうで怖い。
まあでもまだあと半分くらいあるか。レッドステージで、HP でしょ。これクラスだろ。これで全員いい感じに HP は6000超えてるから、もう何も怖くない。また掘り棒使って、この下が今見たか。この上も、今見たよな。見た。何もなかったとこかな。ああ、お宝。はいはい、ライフボトル。エメラルドリング。ライフボトル、あ、行き止まり？あ、なんで行き止まりか。はあ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 。もうマップが似通ってるせいでさ、来たのか来てないのかはもう分かんないよね。いや、さっきの場所でいいのかな。いや、まあ、ループっていうか、ループはしてないと思うんだけど、てか背景の絵何あれ、なんか昔のあれだよな、ヨーロッパとかの絵画みたいな背景してるよね。で、この後あの左側の方に行ったら、あの悪魔の目みたいなやつがいるから、さすがに回復キャラミント入れといた方がいいかな。回復アイテムに頼るのはちょっとしんどいと思うから、まあ一回セーブしようかなと思ったけど、それもめんどくさいから。いるよなあいつ。あ、いるね。だから、どうしようかな。一旦チェスター抜いて、まあリザレック使って、アーチ抜くか。アーチとチェスター抜いて、チェスターもうちょっと離した方がいいか。はい、こんなんで、まあ、回復要員もいるし大丈夫じゃないか。で、ミント、そうだ、 BC ロットより上がるんじゃないの。さっきなんか手に入れたよな。あれ、あ、スターメース下がるのか。スターメース手に入れたけど BC ロットの方が強いんだ。はい、まあじゃあとりあえずこれで頼もう。来たか、カトーナシーブスたちよ、たちよ、たちよ。どんだけタチよって言うんだよ。お前たちにはニャンニャン、この世で最も美しい光景的にジミドラの仕事や。行かれてやがるぜ。なんか2体いる。シールアイツの。で、呪文を。ミントに何かしら仕事させようと思ったんだけど。ミントの。ヘイストかけるか。ヘイストかけて、まず足速くするじゃん。で、あと、あの魔法、なんつったっけな。いい魔法があるんだよ、これ、バルキリー。これ、バルキリーが、あと攻撃力を上げてくれるみたいな、そういう魔法なんだよな。これ、あれなのかな、画面に映ってるやつ全員の攻撃力が上がったりしてんのかな。あ、しまった、 KP の回復すんの忘れてたな。これ大丈夫か。スペクタクルズで、まあ、敵の HP 量確認して、3万ちょっとあんの、3万ちょっとあんのは高いな。で、あんまり近寄らない方がいい。オレンジ組を使って、おじさん、一旦回復を入れる。まあ、慎重にな。慎重にやってた方がいい。あー、ちょっと待って、おじさん、こいつが近づいてきた。
いや、あいつがなんかジタバタする動きすんじゃん。あのジタバタする動きやられるとマジでやばい。ジタバタされる前に、いや、これ大丈夫か。ミン、はめられてる。いや、こうやって二分されると本当に厄介だ。どっちの方が HP の値があれなのか。あーくん、まず大地さんはめられる。よしよし、一体倒した。一体倒してまえばもうこっちのもんだ。大地さん、これちゃんと左の方に反応できるか。あーくそ。いや、でもこれパーティーにミント入れてて大正解だったな。ミント入れてなかったら相当きつかったと思うぜ。おし、敵の TP が足りなくなってる。おし、ご了承しよう。あー、危なかったな。まあまあ、もうおじさんの HP が乾燥しちゃいそうだ。はい、で、レバー。さあ、倒すと何が起きる。何が起きた。さっきのセーブ地点までとりあえず戻るか。で、状態が回復するほどでもないか、まあ、一応リサレク入れておいて、で、隊列で、ミントとアーチを変えて、入れ替えじゃなくて、こうで、こう。OK。まあ、TP も多少は減ってるかもしんないけれども、まあ、どうにかなるわな。で、一旦、安心と安全のセーブをして、あ、待って、ここの上か？ここの上の方向が、ダオスのいるところか。不安だからオレンジ組で、まあ、この子たち回復させておいて、で、時間的にそろそろパート区切るぐらいの頃だから、で、なおかつボス戦も近いだろうから、この辺で区切って、まあ、残りは次のパートに回すか、ラスボス戦ってことで終えよう。次回に続く。